市議会議員の荻原幸太郎さん、市民の税金でお酒を召し上がっておられたと住民監査請求が出されております。ぜひぜひきちんとこの始末をつけていただきたい。公益の目的からやってきました市民の困難、今すぐ回復していただきたい。写真を撮っていただきありがとうございます。あなたの姿も動画で撮影されています。おはようございます。で、今市民の皆さん、荻原幸太郎さんは皆様の税金で公費でお酒を召し上がっておられた方とお聞きしておりますが、これは本当のことなのか。平成24年10月26日、そして平成28年10月3日、それぞれ千曲衛生施設組合議会の乾燥例会という名目でお酒を公費で召し上がっていらした。税金でお酒を飲んでいた。我々市民の税金で飲んでいた。そしてね、2月22日、千曲衛生施設組合議会では、荻原幸太郎議員もそのうちの一人ですけれども、これは市民に与えた損害、きちんと自主返納いたしますと、公認が示されたところですが、この自主返納、もうされたんでしょうか。まだされていないなら、それは市民に与えた損害です。今すぐ市民の損害回復していただきたい。そもそもこの件明らかになったのは去年の10月、それから何ヶ月を経たのか、いまだに自主返納されていないとするんでなれば、きちんとお金を返していただきたいと。そこでね、動画を撮っているのはご苦労様でございますけれども、そんなことをしている暇があるなら、きちんと稼いで飲み代は自分で払う。そのことをきちんと自主返納やっていただきたいと思います。おはようございます。荻原幸太郎議員、千曲衛生施設組合議会議員、千曲市議会議員は公費で我々の税金でお酒を召し上がっていた。そして市民への有権者への謝罪の言葉はあったのか。なければ今すぐなさるべきではないんですが、荻原市議会議員にお願いにやってまいりました。はい、お騒がせしました。ありがとうございます。